はいどうも、MS スタジオのヨムです。まずは私の動画を楽しみに待ってくれた皆さん、1年半投稿期間を空けてしまいすいませんでした。活動を休止していた理由としまして、大学を中退したことや就職活動およびそれに関することで精神的に不安定になってしまったことがあり、中止せざるを得なかったのです。許してください。ですが皆さん、お待たせしました。今は胸を張って働けています。なので、安心して YouTube の動画を投稿できるようになりました。なので今回は、経緯説明や今後の展望についてお話しさせていただきます。まずは車を購入しまして、こんな感じですね。スズキの MR-1 で、色はブラウンの。で、これは就職活動の時もそうなんですが、今でも毎日乗っていまして、で、2020年の2月から派遣として働き始めることになったんですが、その年の6月、コロナの影響でその立場が早くなってしまいまして、ですが、その会社から、なんとパートさんではありますが、続きをお願いされまして、そこで了承しました。かくして、2020年の12月までは安心して働くこととなりました。その傍ら、正社員としての募集も応募しており、11月にたまたま気になる求人を見つけ、で、応募したところ、すんなり面接をクリアし、なんと、12月に正社員として採用されることになりました。かくして、今は胸を張って正社員として働けているということになりますね。というわけで、ここまでは経緯のお話。ここからは復活理由についてお話しましょう。YouTube を休止してからずっと心のどこかでは YouTube を再開したいっていう思いがあったんですよね。そこで今年の2月になって改めて友人に打ち明けてみました。そうすると皆さん応援してくれまして、あんなに迷惑をかけたのにまだ背中を押してくれるいい友人を持ったと思います。今は昔と違って胸を張って働けている。失ったあの時間を取り戻したい。そして何より協力できる仲間たちが身近にいる。チャンスは今しかない。ということで復活させていただきました。今後の方針ですが、実写をメインにゲーム実況を織り交ぜつつ、まずは週1の投稿でやっていきます。反響があれば投稿頻度を増やすかもしれませんね。はい。というわけで、波乱万丈の1年半と今後のことについてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。友達にいいことありますようにとか、M は反省しろと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。Twitter は概要欄から。では、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。